はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。高山狂言合宿、無事に終わりましたね。はい、はい、帰りたくないな。何をしてんの。ネズミ小僧君になってる。顔丸出し。何をしてんの。はい、今回いかがでございましたでしょうか。5日間の狂言合宿でございましたけども、安くんどうでしたか。うん、楽しかったとともに、楽しかったのもさることながら、はい、いろいろな経験や、いろいろな技や、いろいろな魔法を学ぶことができて、なるほどね、自分の有意に夏休みの時間を使えたんじゃないかなと思っております。今回はね、安成の友達の高明くんが、はい、参加してくれたんで、だいぶはかどりましたね。そうですね、非常に片付けが順調に進んだのかなと思います。今回初日がね、舞台だったんで、はい、舞台は、富田さんの仏師厚木とね、2人で仏師をやりまして、はい、その後立ち奪いを、これが船津座というところで、これもまたいい劇場でしたね。いい劇場でしたね。足のある劇場でございまして、はい、まあ、そこで、公演をして、はい、まあ、その時に、新海君と、はい、それから小海さん、はい、参加してくれたので、はい、まあ、それもあって、長バカマとか、ね、長とかが一番大変な、のり付けね、装束のノリ付け一番大変なところをそこの2人がサポートしてくれたんで、はい、だいぶはかどりました。それはだから後半すごく時間が余ってね、いろいろできましたね。だから今回全部袴も十何本できたし、はい、肩衣も結構な数ありましたね。ありましたね。だいぶ助かりました。はい、ありがとうございます。それから今回は、ご飯を各自命名で作りましたけれども、はい、はい、あれ良かったですね。いや、私は本当に嬉しかった。で、いつもね、去年ね富田さんがずっと作ってくれてたから、はい、今回は分担して、で、最終日は、はい、安成と高ちゃんに急遽作ってもらうことになりまして、寿司パーティーでしたね。寿司と豚汁、豚汁と、はい、生姜焼き、生姜焼き、はい、美味しかった、美味しかった、ね、そう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 、ね、あんな感じなんですよ。座敷わらしじゃありませんよ。見えていいやつですよ、ね、見えていいやつですからね。あっちゃんの子供たちが、はい、それをね、たかちゃんと安成がずっと面倒見てくださってですね、いいお兄ちゃんでしたね。なんか喧嘩が始まったのか。兄ちゃんが、一番大きい兄ちゃんが仲裁になってくれてあります。にぎやかですよ、ね、大自然の中でね、なんかこんな風にワイ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 やってると、なんか喧嘩しててもなんか別にいいんじゃないかなって思いますね。まあ兄弟喧嘩はつきもんですからね、はい、取った取られたね、ありますからね。男2人兄弟ですもんね。そうですよ。怪我さえしなきゃいいやと。タカちゃんどこ行ったんや。タカちゃん、タカちゃん、はい、タカちゃんでございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まとまらない。とにかくまとまらないけど、まとまった方なんじゃない。ご飯みんなしっかり食べたし、うんうん、なんかそれぞれの役割がにさっとみんな行って、うん、なんかすごいいい感じに流れていたような気がしますね。まだ泣きよる。タカちゃんは、はい、どうでした。そうだ、すごい楽しかったです。初めて稽古も参加できて、うん、稽古見てみて新しいことを経験できたなと思います。そうだ、稽古を見るのは、ね、初めてなんじゃない。初めて長いけど、初めて。高ちゃんは小学校からしたもんね、やすと、ね、で、またこれ終わったら何日か後にはアメリカに帰っちゃうんですよね。帰ります。その前にちょっと日本文化を体験していただいて、はい、アメリカで狂言を広めてもらえたら、はい、いいですね。ね、もう寿司パーティーは向こうでできますもんね。はい、寿司生姜焼きパーティーできます。できるね、豚汁もね、豚汁もできるね。
富田さんはいかがでしたか。はい、今回はなかなか肉体疲労が思ったほど多くなくちょっと大泣きしとるよこれ編集できるかな。ギャン泣き中、うん、ただいま初雪が怪しに行きました、はい、シッティング中でございます、はい、今度は安成が大泣きしております。ああ帰ってきた、はい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 、まあ、富田さんいかがでしたか、はい、今回は、去年ですね熱中症になってバテてしまったということもありましたので、うん、自分の体力と向き合いながらマイペースに、進めようという心がけで、非常に睡眠も多めにとってよくできたのではないかと思っております。また今回天気が初日だけ大雨 で、はい、あとは、ね、晴れてましたので装束も乾いたし本当にあの、うん、効率的にできたのかなと思います。今回涼しいですよね。涼しかったですね。すごく涼しい、はい、うん、最高気温28度ずっと、まあ、高山という場所で3年目でございますけれども、また来年も、来年も来ますか。はい、はい、長七さんありがとうございました。また来年、パン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 。ちょっと稽古風景をねちゃんと皆さんにも見てもらわなきゃいけないじゃないですか。はいはい、ね、素敵なね、素敵な青少会の稽古風景、はいはい、もう血の滲むようなね、血の滲むような我々このようにしてあの舞台に立ってるんだっていうのを、ね、はい、見ていただきたいですね。まあ親子というのはこういうもんでございます、はい、ということで、はい、ご覧ください
青少会の戯れ映像、はい、暇だったんかと思われるでも舞台もやってますからね。ちゃんと舞台もやってるし、はい、ちゃんと稽古もしてますよ、ね、最終日だけ編集してましたんで稽古してないけどあと声飛ばした人もいました、ね、声飛ばした人いるな本当になんで声飛ばしたんやろ、分かんないです何が原因だったのかも分かんない。あ、楽しかった、ということで東京に帰りましょうか、はい、ゆっくりとね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。